ある一級建築士の人が、自分の今頼まれている仕事が済んだら次の依頼がなくなるんじゃないか、その場合はどうやって生活していこうと思いながら、心配しながら仕事をしていました。その仕事が収まった時に次の仕事は来なかったと言います。なぜならば、その仕事を誠実にやっていなかったから。今頼まれている建築設計の仕事を本当に心を込めて、身を込めてやっていなかったのです。頭はいつも、この仕事が終わったら次の仕事はいつ来るだろう、どんな仕事をどうやってもらったらよいだろう、どこにアタックしたら次の仕事は来るだろうかと考えていた。そればかり考えていると、今のこの仕事がないがしろになってしまいます。そのようにしている間は次の仕事が来ないので、いつも不安だったのだとか。でもある時、この念を入れるという話を聞いて、ああそうかと気づいたそうです。自分がやるべきことは、今いただいている仕事を本当に心を込めて、未来のことを心配する必要はなくてやることなのだな、と彼はそこで一念発起をして、次の仕事は今のところないけれど、頼まれている仕事をとにかく一生懸命心を込めてやるようになった。そうすると、終わった途端に必ず次の仕事が来るようになったそうです。今目の前の仕事を一生懸命やらなければ、神様は次の仕事をくれないのだ、ということがよくわかりました、とその方は話してくださいました。未来のことばかり心配して、本当にやるべき今のこの状態をないがしろにしているというのが、私たちがいつも取りがちな態度かもしれません。本当に大事なのは、今目の前にある仕事をやること、目の前の人、こと、ものを大事にして生きていく、ということです。